はい、こちらね、バンダイから販売されていたガチャピンチャレンジシリーズのフィギュアなんですけど、先ほどのね、動画を2つ手前見ていただいたらわかると思うんですけど、ちょっと待ってくださいね。かいな。ごめんなさいね。にゃーん。私がね、これ YouTube ね、投稿してるとね、うちのシマちゃんがね、猫のシマちゃんが機嫌が悪いんですよ。でね、先ほどね、私は違う動画で、エラーカードならぬね、エラーフィギュアみたいなこと言ったんですけど、これはね、メーカーがわざとね、そういう意味じゃなくて、これわざと A と B みたいな感じで出してるんですよ。これもう、口で言わなくてもわかりますよね。ほら、これだったら、青色のボードね。で、こちらの方が黄色のボード。ほんで、これがね、ほら、青いこの棒と青いこのグラスね。ほんで、こちらが赤い棒と赤いグラスね。これは別にこういう、で、服の色もちゃいますね。こっちだったら黄色、こっちが黒ね。こういうね、A と B みたいな感じの表現のやつもあるんですよ。で、こちらは、商品の名前がね、ピントがあったらいいんですけど、見えますかね？ちょっとクリスタルなんでね、クリスタルというかスケルトンなんで分かりにくいんですけど、見えましたね。カヌーのね、このガチャピンなんですよ。これもいいでしょう。これ、外せんのかな？外せる。でも外さん方がいい。ちょっと待って。僕ね、よくいらんことするんですよ。いらんことした。いけた。皆さんもね、あまりいらないことをしないように。僕、それで潰してまうときがよくあるんでね。で、このね、ほら、わかります？こう、水がね、こう、カヌーが、これは中心のカヌーじゃないですか。ほな、こうね、水がほわーんっていう感じの、この、カヌーに対して、こう、水弾いてるね、表現のこれなんですよ。こちらの先ほどね、紹介させてもらった、ほら、ジェットスキーもね、こっちに進む方向に対する水の表現がね、こう広がってる感じの、これちゃんとね、水の表現がいいんですよ、これ。出来がいいんですよ、素晴らしいでしょ？やっぱそうですね。このガチャピンのこの手のイボイボって1、2、3、4、5、6、7ですね。ほんで、反対の手も1、2、3、4、5、6、7。そうですね。10粒なんかないと思います。はい。こちらのね、また僕の宝物のね、ガチャピンチャレンジシリーズのフィギュアを紹介させていただきました。またね、僕の動画の内容がいいと思ってくださる方、ぜひチャンネル登録とコメントの方をね、よろしくお願いいたします。